する物件は南区松浜町にあります。こちらの物件をご紹介していきたいと思います。駐車場はこちらの中列区画になっております。2台止めれますね。で、駐輪場もございまして、外観はこんな感じになります。結構周りスーパーとかがあるので便利な立地になっております。さあ玄関からですね。玄関のこちらがシューズボックスになっております。結構ファミリー用のシューズボックスが付いてるので二人入居でも全然問題ないかなと思います。上部分も収納で使えそうですね。で、廊下がこういう感じになってまして、まず左手ですね、ここが収納ですね。ここも棚がついてるので、まあ、季節物の使わない家電だったりとかそういうものを置けそうですね。で、こちらが北側の洋室、6畳になっております。で、角部屋になるので窓も2つありまして、こちらの部屋にはエアコンも1台ついております。で、ちゃんとテレビ線もついてるのでこっちでもテレビを見ることができます。で、収納が2箇所ありまして、まずこっちですね。玄関についてるのと一緒のものがついてます。ここも結構奥行きがあるので、たっぷり荷物が入れると思います。で、こちらが、クローゼットですね。ここもコートとかもかけれますし、スーツだったり、洋服もかけれるかと。も結構奥行きがあります、ね。で、これがハンガーかけ。これもなんか洋服かけるたりできるので便利かなと思います。で、次が廊下からトイレですね。トイレはこういう感じの、まあ、白色の清潔感があるトイレで、設備がウォシュレット、ウォームレットがついております。こんな感じですね。で、反対側が、洗面所ですね。洗面所がこういう感じで、洗面台もついてまして、これもシャンプードレス。朝の支度はかなり便利です。で、洗濯機置き場があって、これは洗濯機の蛇口ですね。これも結構ハイテクなものがついてます。ドラム式とかでも問題なさそうですね。で、こっちが、お風呂の換気ができるようになってます。では、お風呂に。じゃあ、お風呂も窓がついているので換気ができるのと、これが、追い焚き機能がついてますね。自動お湯張りもできます。で、次がリビングダイニングキッチン。こちらは 12.8 畳あります。まずキッチンからちょっと紹介していきます。キッチンがこちらのコンロは棚落ちのタイプで、自分でコンロを買っていただくような形になります。で、調理場も結構スペースがあるので、で、シンクも割と広めですね。で、浄水カートリッジも付けれるようになっています。
シングルレバーですね。で、収納自体はここはキッチンの上に収納がないので、結構広々と開放感があって、使いやすいかなと思います。で、後ろを向くと上に収納がついてます。これは普通の収納ですね。結構キッチン裏もスペースがあるので、冷蔵庫だったりとか、キッチンボード置いても全然スペースがあるかなと思います。で、お部屋の方がこちらですね。ここも窓がついてるので、結構部屋自体明るくなってますね。これが、モニターインター。追い炊き、給湯スイッチですね。で、お部屋がこちらで、バルコニーに出るところのこの棒なんですけど、これ室内物干し竿がかけれるようになってます。雨の日だったり花粉の時期は結構活躍するかと思います。で、キッチンの裏にこちら棚がついているので、これも可動式の棚になっているので、好きな位置に棚をつけれます。で、バルコニーですね。こんな感じですね。2階なんで明るいですね。日当たりは問題ないかと思います。一応こんな感じでお部屋の紹介は終わりたいと思います。もし気になる方がいらっしゃいましたら、エイブル岡山南店の方にお問い合わせいただければと思います。それでは失礼いたします。